フェルギナント・ベルン・ハルト・フィーツは、ウィーン生まれのオーストリアの植物学者である。ウィーン大学で、薬理学の教授などを務めた。1800年から1822年の間に11巻の、薬用植物や、栽培植物に関する図鑑、アイコンズ・プラントラム・メディコ・オエッケ・ナミコ、テクナレジ・ェ・カウム・カム・イラム・フリュークタス・ユザスク、ディスクリプションを編纂した。 アイコンズ・プラントラム・メディコ・オエッケ・ナミコ、テクナレジ・ェ・カームは19世紀の初めの薬剤師の参照用に用いられた。1100の手彩式の同版画はイグナーツ・アルベルティが描いた。完成したのはフィーツが創生した後である。第1巻と2巻はラテン語とドイツ語が併記され、3巻から11巻はドイツ語のみの表記となった。11巻は ジョセフ・ローレンツ・ケンドルによる補足が付けられた。第1巻には、参照した書士の一覧と講演者の一覧と、神聖ローマ皇后、マリア・テレジアへの拳字がある。この書で現存するものは、極めて少なく、ロンドン自然史博物館が所有するが、ロンドン自然史博物館は、イギリスの他の公共ライブラリーには存在せず3組が、北アメリカの図書館にあるがそのうちの2組は、 修復が必要なものであり、オーストリア国立ライブラリーに一部があるだけとしている。ビッツは植物の学名で命名者を示す場合に、フェルディナント・ベルンハルト・フィーツを示すのに使われる。ありがとうございます。